7月29日木曜日、佐久市野沢小学校体育館で野沢 JSC ミニバスケットボールチームのユニフォーム授与式がありました。けれどもね、大会自体が中止になってしまった。で、君たちの功績っていうものをなんか形にね、残したいなということで、全国大会に行った時にいただいた協賛金、みんな頑張ってきてねって言ったね、その気持ちを新しいユニフォームを作らさせていただきました。君たちの全国に行った時の記念を記念してね、新野沢のユニフォームっていうのになりましたので、まずは君たちが行った君たちに監督から授与で来ていただいて記念写真を撮りたいと思います。その中学2年生になった当時全国大会に行った団員から現在の6年生にバトンが渡され、後輩たちを激励していました。僕たちが行けなかったから、後輩たちのみんながその思いを引き継いで全国大会に行けるようこれから頑張ってください。後輩たちの思いを自分たちがこのユニフォームを着て頑張っていきたいです。現在中学2年生の団員たちはこの日、自分たちのために地域の皆さんが協賛してくれたユニフォームを受け取るために久しぶりに集まりました。